ストライクショット。こんにちは、エクストラ君中の人かねとベビカゲです。はい、ということで今回は、はい、アニメハンターハンターとモンストのコラボということで、うん、楽しみでしょ。楽しみですはい、ということで今回は、はい、キルアとレオリオを使っていきます、うん、やっていきましょう。まずは、キルアから、はい、いきましょう。いきましょう。はい、ということで見てみましょう。お願いします。じゃん。全属性キラーと毒無効、そしてゲージアンチブロック SS ターン短縮。わあ、全属性キラーで友情コンボが超強落雷、はい、あー、なるほど。これじゃあ SS ターン短縮あるからみんなに当たっていった方がいいですよね。そうですね。見てキラーマークみんなに出てるじゃないですかまあこれ今回光ですけど、まあそうですね。え、全属性キラーって新しい。じゃあちょっと当たりに行きたいと思います、ね。おー、一発がでかい。33万。いいですね。当たります。お願いします。おー、やっぱすごい。 いいダメージです ね。もう一度当たっていきます。おー、30万近くはダメージ当たってます ね。ですね。素晴らしい。さあ、アンチブロックなので、はい、こんな感じで。そしてキラーと、いや、キラーが素晴らしいな。 SS もターン短縮しております。立てかな。よいしょー、素晴らしい。すごい、全属性キラー、キラーがやっぱいいですね。3回で50万ぐらいでしたね。いや、いいダメージ。おー、いや、もう本当友情の威力もやっぱね、キラーが乗るからかなりいいです ね、うんうん、ね。素晴らしい。もう雑魚処理が楽ですもん。一体ずつ勝手に確実にやってくるっていういいですね、そういうの、ね、使いやすい。本当だね、確実に確実に右の子もポンと順番に。しかもこれ属性関係なくこのダメージですから ね。いいですね。これでもう、いやー、いやー、素晴らしい。セスターもね、短縮しつつね、うん、もう次打てるね。確かに。はい、ということで SS ね、もう溜まってるので打ちたいと思います、はい、お願いします。一定期間、うん、カンムル状態になる。おお、ほう、じゃあ打ってみます。お願いします。けど、これからあんたにすること全部ただの八つ当たりだから。うおー、倒しきったー。しかも麻痺もしてたなんかちょっとこう、すごい。しかも一滴間カンムル状態になって、これがその状態、カンムル状態ですね、今は。うおお、反撃モードみたいな感じで。なるほどなるほど。でも優勝コンボと同じダメージでしたね。29万、30万ぐらいのダメージが食らってたので、うん、倒しました。あの反撃モードって基本的にあれですもんね、半減するじゃないですかね。当倍で来るですね。で、今もまだカンムル状態。いや、これは素晴らしい。これで例えばこうやって動けると、はい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 、うん、なるほど。一旦自分のターンが来るまではですね、ずっとカムル状態、終わりまではなってると。はぁ、で、これまた SS ターン短縮でね、はい、そうですよね、また打てるから。確かに、ガンガン打てちゃう、うん、ちょっと長めのステージでも2回ぐらい。いや、これは素晴らしいね。しかもどの属性に対してもあのダメージってことですもんね、うん、いや、これは強いね。はい、いいですね。いいですね。はい、はい、ということで、じゃあステータス行ってみましょう。行きましょう。はい、ということで、ステータスはこちらになります。で、今回連れて行ったのがパイン。はい、パイン行きましたね。アンチブロック、うん、と、あとは全属性キラーね。全属性キラーで、ほんと処理しやすいですね。はい、友情コンボも強いのでね、かなりいいと思います。よかったですね。はい、他行けそうなとこで行くと、他行けるとしたら、うんうん、爆絶だとエデンとか、あ、貫通の闇ですし、はいはい、まあ、ブロック対応、うんうん、ワープさえ良ければいけるかなと思います、うん。毒出ましたっけ、エデンって。そうですね、毒も出るので、それが今回ね見せれてないんですけど、うん、毒無効なんで、はい、ダメージ受けないと。確かに、いうことでございますね。はい、
はい、他行けそうなとこ行くと他行けるとしたらつくよみゼロとか同じくブロック対応で、うんうん、アンチブロックね、はい、良さそうですね。いいと思います。あと究極とかだと究極だとスキュラとかも光属性ですし、うんうん、ブロック対応できるので、はい、行きやすいかなと思います。はい、ということでポイントはこちら。新アビリティ全属性キラー、そして毒無効、はい、この2つが新アビリティに。そうですね、初めて見ますもん ね。いや全属性キラーに関してはもう全ストライカーの夢でしょもうこれは、ね、いやすごいこれは。闇なんで結構いけるところがね、はい、いきますね、確かにいけるところ多いので、うん、あるのでキラーがどれにも乗ってくると、うん、あとそのステージによっては光だけど他の属性が出る、はい、いますね、はい、とかにも良さそうですよね。良さそうですね。何より SS ター短縮の後の友情、友情ではないその何ですか、反撃、うん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 、反撃もかなり強いので、ね、うん、カンムル状態も良かったですね。カンムル状態強いと思います。あとは毒無効、はい、どんな感じなのかね。そうですね、受けないんでしょうけど。そうですね、それがすごい効いてくるステージもありそうですね、うん、ありそう、はい、確かになっております。はい、では続いては、レオリオ、レオリオ使っていきましょう。はい、ということで見ていきましょう。じゃん、リジェネ、マインスイーパー、ゲージで状態異常回復、そしてアンチブロック。おー、友情コンボが全敵ロックオン衝撃波。はぁ、強くない？強いぞこれは、うん、とりあえず一発でいきます。はい、よいしょ。ほい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 、いやいやいや、こっからですよね。こっからですよ。当たってみます。お願いします。よいしょ、うー、いやいやいや素晴らしい。ネクロンか、十分ね。いやこれ素晴らしいな。当たりにとりあえず行きつつって感じですね。そうですね、行っていきます。いやもう処理が楽だもんな、ね、おお、20002000ぐらい回復してます ね。リジェネで毎ターン、毎ターンは嬉しいね。嬉しいですね。はい、ではちょっとラファエルがアビリティロックかかってるので、本当だ、状態上回復、助けて、いいですね、いいね。そしてアンチブロックだからもう、そうですね、縦横無尽に、縦横無尽に動いてますね、はい、後ろのところでコンコンってできましたね倒しきれました。いいですね、はい、素敵です。はい、はい、ということで SS が溜まったので打ちたいと思います。いきましょう、お願いします。じゃん、狙った方向の一番近くの敵を念の拳で吹っ飛ばす。おお、ほう、ではいきます。どうしても一言言っておきたいやつが多くてな。おお、おお、169万。おお、ほぼ170万ぐらいですね。ですね。へえ、もうだから動くっていうよりもその場でね、うん、飛んでいって、うん、なんか拳が、拳がでガーンと吹っ飛ばし、いいですね、吹っ飛ばしなんでかなりの威力ですし、ね、これが18段で打てると、はい、素晴らしいなっております。はい、ではステータス行ってみましょう。はい、ということで、ステータスはこちらになります。で今回言ったのが、はい、滝蓮太郎。そうです、滝蓮太郎ですね滝蓮太郎でございました。はい、行、はい、きました。これが、ね、状態異常回復とかもアビロックかかってくるの で、うん、あとブロック対応もあるので、うんうん、まあ行けるかですね。はい、他行くさんとこで行くと、他はロック長とか、あ、地雷もかなり出てきますし、はいはい、状態異常回復も結構有効なので、うんうん、確かにね、うん、行けるかなと思います、うんうんうん、はい、あとは、あとは、うん、極炎の神殿の時の間とか、あ、マインスイーパー、あと攻撃力ダウンを状態異常回復で解除できるとかもあるので、あと全敵ロックオン衝撃波がやっぱね、うん、かなり強いと思うので、うんうん、行きやすいかなとも思います。はい、はい、あと究極とかだと、あと究極だと、まあ、ゼアミとかも、あ、うん、非属性の、うんうん、地雷とブロックに対応できているので行きやすいかなとも思います。はい、はい、なっております。はい、でポイントはこちら、じゃん、まあマイスイーパー、そしてアンチブロック、うん、そしてリジェネ、うん、そして状態異常回復という、はい、豪華な、豪華ですよこれは、ね、素晴らしい。
もう仲間も助けられるし、うん、毎ターンちょっとずつ回復してるし、はい、ギミックもアンチ系2個対応した、はい、いや強いっすよこれは友情も強いし、ね、攻撃型でしょ星4号ですけどもこれは素晴らしいですよ、うん、SS もね弱点で、はい、あの非属性だとね、うん、160ぐらい出ましたからねいや十分な強さはい、はい、なっておりますはい、はい、ということで以上、はいアニメハンターハンターとモンスターのコラボ、はいキルアとレオリオをご紹介しましたはいぜひ皆さんゲットしてみてください使ってみてくださいお楽しみにお楽しみにバイバイ、 バイした。